今年も下町七夕祭りの季節がやってきました。会場となりますのは上野と浅草を 1.2 キロにわたって結ぶかっぱ橋本通り。たくさんの七夕飾りで彩られた会場は地元商店の皆さんによる模擬店やさまざまなパフォーマンスなどで大変な盛り上がりを見せるようです。今日はこの下町七夕祭りについて雨にも負けず風にも負けず楽しくお伝えします。1月4日から8日にかけて開催された第32回下町七夕祭り。今年も期間中の土曜日と日曜日はかっぱ橋本通りが歩行者専用になりました。早速かっぱ橋本通りを上野から浅草方面へと歩きながらリポートしてみたいと思います。その前に自己紹介をさせていただきます。区民リポーターの岩野桜子です。私幼い頃から三社祭りを担ぐなど台東区のイベントには参加させていただいてきたのですが、下町七夕祭りへの参加は今回が初めてです。今回は浴衣を着て張り切ってまいりました。まずはこちらをリポートしていきたいと思います。姉妹友好都市特産品ブースで、私早速驚いたのですが、台東区はオーストリアウィーン市第1区のイネルシュタットと姉妹友好都市の提携を結んでなんと30年になるんですね。早速お話を伺っていきましょう。こんにちは。こんにちは。今回は下町七夕祭りの参加ということですが、はい、盛り上がりはどうですか？昨日はすごかったですね。そうですね。今日は雨降ってますけど、はい、多くのお客様来ていただいてビールをいっぱい飲んでいただいてます。そうですか、はいはい。どのような商品を販売されていますか？はい、我々は、はい、まずオーストリアのビール、はい、ビール、ピルスナータイプとバイスタイプという2種類のビールを持ってきます、はい。それからパンですね、はい、オーストリアの、マイスターの方がお作りになったパンですね。プレッツェルというのは、はい、ドイツ語圏では結構ポピュラーに食べられるパンですね、はい。ちょっとプレッツェル1個食べてみてください。いいんですか？ありがとうございます。はい、よいしょ。はい、はい、ありがとうございます。いただきます。うん、すごく酸味もあってとっても美味しいです。うん、これビールなんかと一緒に食べられたり、向こうでは結構ビールと一緒にこれを食べながら、はい、ビール飲んでっていうのが多いです。あ、はい、そうなんですね。あ、私未成年でビールは飲めないんです。とっても残念です。残念。続いては台東区の友好都市大分県豊後大野市のブースでお茶をいただきました。ありがとうございます。はいはい、私お茶なら飲めますんでいただきます。どうですか？すごくすっきりしているんですけど味に深みがあってとっても美味しいです。はい、今回七夕祭りということで、はい、何かお願い事はされましたか？お願い事、はい、もうこの年ですからね、はい、若い人にということじゃなくて、はい、健康で長生きできるように一つお願いします、はい、ということと、はい、家族の繁栄、はい、そういったことを七夕にお願いをしたいと考えております。素敵なお願い事ですね。ありがとうございます。ではこちらのお兄さんにもお願い事を聞いていきましょう。はい、ぜひ。今子供が一番下がまだちっちゃいんで、元気に小学校に上がれるように頑張ってとお願いしました。はい、姉妹友好都市の皆さんにお話を伺いました。それでは地元商店会の皆さんにインタビューしてみましょう。まずはこちら昭和会の皆さんにお話を伺いたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。雨の中どうも中田さんです。ありがとうございます。なんか賑やかなね、お祭りになりましてね、はい、年に一度なもんですからね、はい、まあ、雨の中でもこの一通りでね、はい、うちの方も無理して出してもらって頑張ってやってます、はい、雨の中ご苦労さん。ありがとうございます。今日はどのようなものを販売されて？一応うちの方でやってるのはところで町会でやってますんで150円で、キュウリの方はママがつけてる自家製で夜鍋で一生懸命つけて200円でやってますんで、もしかよかったら
食べていただいて味を見てもらいたいと思います。いいんですか？どうぞどうぞ食べてください。ところてん大好きなんですよ。はい、ありがとうございます。いただきます。おいしいです。すごいツルツルしててとってもおいしいです。この夏にぴったりですね。もしよろしければなんですけど、はい、キュウリいただいてもいいですか？はいはい、ありがとうございます。ててすいません、いただきます。おいしいです。すごく夏の味ですね、こちらも。はい、召し上がるカッパのキュウリです。キュウリといえばカッパですが、お母さんカッパに会ったことはありますか？昨日会いました。あら、はい、カッパ会いましたか？カッパちゃんの喜んでガーンと口して差し上げました、はい、あら、一口欲しいって言うんで。へー、昨日。本当です。あ、本当ですか？あ、羨ましいです。私もカッパに会ってみたいです。ということで皆さんありがとうございました。雨の中ですが、はい、頑張りましょう。ありがとうございます。はい、というね、元気な声が聞こえてくるのはこちら花王会の皆さんです。お話聞いていこうと思います。皆さん今日は何を販売されてますか？かき氷と生ビールだそうです。じゃあ大人の皆さんにもお話聞いていきます。皆さんこんにちは。こんにちは。こちらは何年ぐらい参加されているんですか？ここで20年ぐらい。ここでかき氷売ってます。あ、そうですか。歴史がありますね。じゃあ今七夕なんですけど、何かお願い事はされましたか？ダイエット。ダイエット。じゃあ釣りサイズ100、100、100っていうだそうです。目標は？目標は100、120、130ちょっと増えちゃいましたね。お祭りはどうかな？好きです。好きです。そっか、とっても可愛いですね。わあ、美味しそう。ありがとうございます。ミルクたっぷりのかき氷いただきました。食べてみたいと思います。いただきます。甘くてとっても美味しいです。じゃあこのかき氷相当売れてそうですけど、売り上げは何に使うんですか？はい、来週、マイクロバス貸し切って50人で海に行きます。みんな海楽しみかな？美味しいきゅうりにかき氷、笑顔いっぱい、楽しくおしゃべりもしてお腹がいっぱいになりました。それではここで6日土曜日に行われたイベントの模様をご覧いただきます。どうぞ。今日はこの天気、ちょうど暑くもなく寒くもなく、いい陽気でございます。明日もございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。オープニングセレモニーに続いては、地元の小学校、幼稚園の子どもたちも大勢参加したパレードが行われました。
暮れてからもお祭りは続きます。土曜日には今年初めての試みとして手回しオルガンや影絵のパフォーマンスも行われたんですよ。こちらは地上の天の川。ミラーボールを使った幻想的な天の川が下町の夜をきらびやかに演出しました。下町七夕祭りの人気イベントといえば手作り七夕コンクール。今年はこちらの作品が見事金賞に輝きました。最初にいつも毎年やってるので残ったこの花紙でいろいろ作っていってだんだんこの色ができたんですけれども、中にマニキュアとかでユニコーンカラーが今時で流行っていたり、そういうのと浅草の日本の良きな感じと融合みたいな感じで令和に向けていいんじゃないかなと思ってユニコーン のあれにしました。今日たまたまね朝お天気が良くなかったのですごく心配でしたけど、皆さんね雨も上がっていろいろ来ていただいてとっても良かったと思ってます、はい、続いては手作り七夕コンクールで銅賞を獲得した万東かっぱ橋店で下町七夕祭り実行委員会の植松さんにお話を伺います。植松さんこんにちは。あれ植松さん、あ、すみません、植松さんこちらでした。こんにちは。雨の中ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、素敵なお帽子ですね。カッパですか。もうそうです、カッパです。カッパ橋なのでカッパです。素敵です。ありがとうございます、はい、ではこのお祭り32回目の開催ということですが、地元の皆さんにとって下町七夕祭りはどのようなお祭りなのでしょうか。そうですね、もう32回っていうことなので、もう子供が生まれてからもう32歳になるのと同じぐらいですから、七夕祭りとともに育った地元の方たちも多いので、自分が小学生の時にパレードに出て自分の子供がまたパレードに出るっていうような、そういう感じの地域に密着したイベントになってると思います。あと商店街にとっても年に一度の一番のイベントなので、皆さん大玉を外したりとか、あと飾り付けたりとか、そういう時にも協力してくださってます。ありがとうございます。では七夕ということで何か今年はお願い事をされましたでしょうか。そうですね、願い、七夕祭りの願いはただ一つ、天気が良くなりますように、それだけです。はい、ね、ちょっと今日あいにくの天気になっちゃいましたけど、たくさんの人においでいただいてもそれだけで感謝です。ありがとうございます。7日日曜日にはかっぱ橋本通りを舞台にストリートパフォーマンスも行われました。雨の中熱いドラムのビートで会場を盛り上げてくれたのはブラジリアン打楽器隊ナタカトキオの皆さんです。
晴らしい大迫力の演奏でした。ブラチリアン打楽器隊ナタカトキオの皆さんです。こんにちは、はい、よろしくお願いします。お話伺っていきたいと思います。はい、あいにくのお天気ですが、楽器の方は雨でも大丈夫なんですか？大丈夫ですね。一応の、はい、クラシックのヘッドなんで、はい、そうなんですか、まあ、ちょっと痛むっちゃ痛むんですけど、はい、何とかできます。そうなんですか。皆さん今日の衣装とっても素敵ですが、何かコンセプトはありますか？まあ一応下町なんで和っぽい感じで、はい、あそうなんです ね、 じゃあブラジルとは少しそうですね、そうなんですか。一応僕ら日本人だし、はい、やってる そうですよねやってるパーカッションはブラジルだけど、はい、日本人のこの和のテイストを入れたいって。そうなんですね、はい、じゃあ普段は東京の方でご活動？上野の近くで練習してま す、 な、 す、ね、なぜまた上野で活動されているんですか？僕が台東区出身でここら辺の人なんで、はいはい、まあ、ちょっと台東区をもっと盛り上げたくて、いろいろこう上野とか、まあ、浅草の方とかのイベントに出させていただいている感じですね。はい、はい、台東区を盛り上げたいということで、とても嬉しいです。ありがとうございます。会場には外国人の皆さんも大勢いらっしゃいました。 Where are you from? From Spain. Oh, is it your first time to come to Japan? Yes. Oh, do you know about this festival? Yes, I like it, but it's raining. Yeah, it's So how do you feel about the Tanabata decoration? Oh, it's amazing. Oh, thank you so much. Hi, you guys. Where are you guys from? I'm from London, but I live here in Tokyo now. Oh, nice. Yeah. Do you speak Japanese? A little bit. Oh, nice. Oh, rain. Yeah, rain. It's pretty heavy. So what Japanese do you know? I know like self introduction, I can like have conversations. Oh, nice. なんかペラペラじゃないでもなんか普通に大丈夫と思う。まあまあ、すごいすごい。ふつ。でもちょっと難しいと思う。なんかもっと勉強したんですけど、ちょっと時間がないだからちょっと難しいと思う。もうすごい完璧。いい全然のあれと思います。すみません。So what is your wish for this Tanabata? Oh, my wish? Yeah. To have a successful relationship. So you don't have boyfriend now? No, I just broke up. not any of these guys? No, we're all friends. How about you? My wish is secret, but in general, just I'm happy with everything, so let everyone be happy with everything. Oh, thank you so much. Yeah. There we go. Nice answer. So thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. 私がリポートした日曜日は7日七夕の日だったのですが、織姫と彦星には残念な天気になってしまいました。それでも土曜日と日曜日にはおよそ42万人もの方が下町七夕祭りに足を運んでくださいました。今日は一日下町七夕祭り楽しんでまいりました。あいにくのこのお天気になってしまいましたが、雨にも負けない下町の皆さんの温かさを感じられる一日でした。改めてこのお祭りの素晴らしさを実感することができました。私の七夕のお願いは、来年の下町七夕祭りも明るく元気に開催されることです。そしてもし晴れたらもっといいですね。また来年も下町七夕祭りでお会いしましょう。